ジョージ・ワシントン級原子力潜水艦は、アメリカ海軍の弾道ミサイル原子力潜水艦。計画番号 SCB-180A。アメリカ海軍の用語によれば艦隊弾道ミサイル、潜水艦。世界初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載原子力潜水艦である。1959年12月に1番艦が収益し、冷戦期のアメリカに巨大な核火力と、 強力な抑止力をもたらした。1960年代のマクナマラ国防長官の核抑止政策のもと、引き続き整備された E3 アレン級、ラファイエット級とともに自由のための41隻の一翼をなし、冷戦下の水中核戦力におけるアメリカの優位の維持に寄与した。1957年12月31日、アメリカ海軍は長射程戦略ミサイルで武装した。 原子力潜水艦の建造をエレクトリックボート社に発注した。エレクトリックボート社は、この要求に迅速に応えるべく、仙台上で建造中であった2隻のスキップジャック級攻撃源泉の船体を流用することにした。かかる経緯からして、ジョージ・ワシントン級とは、本質的にはスキップジャック級の船体の後方式区画と動力区画との間に40メートルのミサイル区画を、 挿入したものであり、全くの派生型である。とりわけ一番艦のジョージ・ワシントンの場合、エレクトリック・ボート社の仙台上で建造中であったスキップジャック級の3番艦スコーピオンになるはずだった船体を切断し、ミサイル区画を挿入する工事が行われており、蒸気のことが文字通りに当てはまる。しかし静粛性はスキップジャック級よりもはるかに優れており、 放射雑音レベルは約15デシベル低い。当初は誘導ミサイル原子力潜水艦に類別されたが、1958年6月26日付で弾道ミサイル原子力潜水艦となった。一番艦、ジョージ・ワシントンは、1960年7月20日、ポラリスミサイルの水中発射実験に成功し、11月15日には、 最初の戦略抑止紹介に出動し、1961年1月21日に寄港した。続く2番艦、パトリック・ヘンリーは1961年1月31日に戦略抑止紹介に出動し、3月8日に寄港した。搭載ミサイルは当初は、ポラリス A-1 で圧縮空気式のミサイル射出装置を装備した。 1964年6月2日に、ジョージ・ワシントンの搭載ミサイルが A-3 に換装されたのを皮切りに、1965年8月14日までに全艦が改装され、ポラリス A-3 を運用するようになった。これに伴い、射撃式装置がマーク84に、射出装置がガス発生式にそれぞれ改められた。 1958年の決定により、本級に始まるアメリカの弾道ミサイル原戦は、稼働率向上のため2組の乗員により、運用されるになった。1981年、ジョージ・ワシントン、パトリック・ヘンリー、ロバート・ E リーの3隻は、第二次戦略兵器制限交渉の制限に基づき、弾道ミサイル潜水艦の削減の実施されたことにより、 戦略抑止紹介任務から解約された。これに伴い、弾道ミサイル関連の装備は使用不能にされ、代わって栄光 r BQR-15 を装備し、攻撃厳選に種別変更され、退役までの日々を主に訓練任務に従事しつつ過ごした。ネームシップのジョージ・ワシントンは、鹿児島県沖の東、 シナ海に浮かぶも古式島付近を航行中であった1981年4月9日、日本の愛媛県の海運会社が所有していた貨物船に小丸と衝突し沈没させる事故を起こしている。また、軍事機密が露見するのを恐れて現場から救助せず立ち去ったため、船長ら2名が死亡した。ありがとうございます。